よく晴れた天気になりました。山陽スタジアムです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、ファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはジャイアンツの先発大竹が山陽スタジアムのマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。ジャイアンツの攻撃、鈴木が入ります。さあ、今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。ファウルになります。チェンジアップ外れました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている寺内。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは大竹、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ボールになります。ボール先行です。アウトコース見送っています。ストライクが入りません。ここでフォアボールを与えました。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。フォアボールのランナーが出ています。初球は変化球当たりません。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。3球目見送っています。ボール。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになりました。打順は4番高橋。ツーアウトランナー一塁です。初球ボール。アウトコースのチェンジアップ、ボール先行です。胸元へ決めてきました。ストライクです。146キロ。
チェンジアップが決まりました。2ボール2ストライクです。ボールになります。3ボール2ストライク。三振を取りました。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の宮國。さあジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは長野。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている片岡。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール。ここでバントに出ましたが空振りです。ここもバントの構えです。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン。これは平凡なセンターフライ、センターが取りました。ワンアウトランナー一塁となりました。クリーンナップが登場します。バッター坂本。ワンアウトになっています。最初は変化球できました。ボールになります。ボール先行です。走ってきた。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。積極的に動いてきました。ここは1球見ました。外れてフォアボール。いや選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。そしてバッターボックスは5番阿部。フォアボールのランナーが出て2塁1塁となっています。さあ西さん、初回から先制のチャンスを迎えました。まあこういう場面でね、確実に点を取っておきたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。際どいコース、ストライクです。落ちるボール、空振りになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。ピッチャーが構えます。
インフィールドフライで2アウト。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。迎えるバッターは5番村田。2アウトになっています。西さん、2アウトながら初回から先制のチャンスを迎えました。まあ、確実に行きたいところですよね。勝負強さを見せてほしい。スライダー外れます。ここからは確実に狙っていきたい。満塁としています。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。今度も外、バッティングカウントになりました。ここからはバッターも積極的に出てきます。低め打った、ショート飛び込んで抑えた、二塁へ、二塁アウト、ファインプレイ、これで3アウト。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを潰しました。2回に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックス亀井。亀井5番ライト。さてジャイアンツの先発は大竹。初球空振りです。決まりました。ノーボールツーストライクです。インコース打ちました。いい当たり。これはどうか。打順は6番カジマエ。まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。変化球低めに持ってきましたがボールになります。この球は外れています。インコースわずかに外れた。3ボール2ストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。
ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは7番に入っている中井。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。空振り三振、ツーアウトになっています。バッターは DH 太田。ツーアウトランナー一塁です。打ちました。これはどうか。センターライナー掴んでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。0対0同点です。2回裏に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、セベダが入ります。ジャイアンツ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。ええ、そうですよね。この球は落としましたが決まりません。カットボールが決まります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。三振、ワンアウトです。8番バッターアンダーソン。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。ボール2ストライクです。変化球外れました。ファールボール、引っ張ったライトライナー掴んで、これで2アウトです。バッターは9番に入っている柏本。2アウトになっています。初球空振りです。打ちました。一塁アウトで
3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2回終わって0対0同点です。3回に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは注目のルーキー小林。小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね、小宮山さんからお墨付きをいただきました。タイミングややずれています。低めの変化球は決まりません。大きく外れてボールになります。歩かせました。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。フォアボールのランナーが出ています。送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは2番寺内。前の打席ではフォアボールを選んでいます。バントしました。取りました。一塁送球します。ツーアウトになりました。送りバント成功。ツーアウトランナー二塁。ジャイアンツ送りバントでランナーを進めています。小宮山さん、ここは粘りの投球を見せてほしいですよね。そうですね、ここをいかに抑えるかですよね。なるほど。さあ注目です。インコース空振り、ノーボールツーストライク。ボールになります。この球は外れています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。外れてフォアボール。ピンチがさらに広がりました。ここで打順は4番に回ってきました。フォアボールのランナーが出て2塁1塁となっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。変化球、これは空振りです。ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。空振り三振を奪いました。
先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを潰しました。0対0同点です。3回の裏、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは長野。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか。低め外れました。バッターよく見ました。低め決まってストライク。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。フォアボールのランナーが出ています。送ります。ピッチャーが取る。一塁送球アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。ジャイアンツ手堅くランナーを送ってきました。西さん、再び先制のチャンスを迎えました。先ほど決めきれなかっただけに確実に行きたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。この球は外れています。ボール先行です。インサイド落ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点を先制しました。1対0、ジャイアンツ試合の主導権を握ります。さあ、先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。打席には5番バッター阿部。ジャイアンツこの回タイムリーで先制に成功。攻撃は続いています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかり狙い球をねイメージできてたんでしょうね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。低めの球が打ちに決まります。あっという間に2ストライクです。アウトコース外れました。ランナー変化球空振り、タッチアウト、盗塁失敗。三振を奪った後、素晴らしい送球が来ました。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。しかしこの回ジャイアンツ見事な攻撃でした。3回終わって1対0、ジャイアンツ先制です。4回の表、追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは5番亀井。
先ほどの打席はライトフライに倒れています。ジャイアンツ1点リードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。打席には6番バッター梶前、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バントの構えでバッテリーを警戒させます。バントしました。大竹一塁送球アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。ピンチを迎えていますジャイアンツ。小宮山さん、このリードは絶対に守らなくてはいけませんね。打たれると完全に流れが変わりますからね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。インコースの変化球見ています。チェンジアップを振らされました。ワンボールツーストライクです。チェンジアップを見極めます。いいボールだったんですが外れています。フルカウントになります。フォアボールのランナーを出しました。ピンチがさらに広がりました。さあここで迎えるバッターは DH 太田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ピンチを迎えていますジャイアンツ。まずはストライクを取りました。インコースに切れ込む変化球、詰まらせようかという配球です。レフトに持っていった、掴んで2アウト、ボールは中継、2アウトランナー2塁1塁と変わっています。さあこの場面でルーキーの小林、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトになっています。小宮山さん、このリードはどうしても守らなくてはいけませんよね。まあ、ワンヒットで同点というのもありますからね。そうですね。さあ注目しましょう。これは見送ってボール。一、二塁間掴んでスリーアウト、追いつくことはできませんでした。リプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを潰しました。1対0、ジャイアンツが1点差を守っています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターボックス村田、先ほどの打席でヒットを放っています。
ジャイアンツ1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。低めは外れました。少し変化したか。2ストライク2ボールと追い込んでいます。インサイド、打球はレフトへ。レフト掴んでワンアウト。打順は6番ロペス。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。変化球タイミング合いません。ここはうまく引っ張っていきました。バッターは今日 DH に入っているセペダ。ヒットでランナーを二塁に置いています。西さん、得点圏にランナーを置いての打席となります。まあこういう場面でね、確実に点を取っておきたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。バッター、これは振ってしまいました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。インコース、インコースと続きます。今度は見送りました。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ランナーが二塁と三塁では全然違いますからね。8番バッターアンダーソン、先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトランナー2塁です。西さん、ここはリードを広げておきたい場面ですね。まあこの点差じゃね、物足りないですかね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。変化球打っていった。ぐんぐん伸びる、伸びていく、伸びていく、伸びていく。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点、2対0になりました。なおもチャンスが続きます。ここはうまく打ち返していきました。見事なタイムリーです。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。バッターボックスは9番橋本。
ジャイアンツ。この回追加点、点差は広がり、攻撃はなおも続いています。さあ西さん、得点のシーンを演出したいですね。まあここで追加点なら相手もすぐには追いつけませんからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。膝元への変化球、思わずバットが出ました。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回ジャイアンツ1点を追加しています。4回終わって2対0、ジャイアンツのリード広がっています。5回に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。鈴木が入ります。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。小宮山さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。そうですね、非常にいいリズムで、投げれてるというふうに思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。バントしました。取りました。アウト、ワンアウトです。セーフティーバントは失敗です。打席には2番バッター寺内。まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが大竹、そしてジャイアンツが宮國、この2人の投げ合いとなっています。変化球、タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。ファウルになります。ボールになります。ボールになります。変化球、空振り。バッターボックスは3番井端。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。初球ボール。打ちました。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ジャイアンツがリードしています。5回の裏、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは長野。前の打席ではフォアボールを選んでいます。小宮山さん、ゲーム中盤を迎えていますが、非常に緊張感のある展開続いてますね。そうですね、もう本当にリードしている展開ですから、まあ慎重にですね。そうですよね。落としました。外れます。変化球、タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。
変化球空振り、ワンアウトです。2番バッター片岡、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。いい角度で落ちました。大きく外れてボールです。打ちました。一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックス坂本、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。2アウトランナーありません。初球ボール、変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。外わずかに外れた。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。5回終わって2対0、ジャイアンツがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、塁が埋まってここで投手を助けるこのプレー、先制とはなりません。3回の表、このチャンスの場面、ここはピッチャー三振に切って取ります。なかなかゲームが動きません。裏の攻撃、先制のチャンス、3番バッター坂本、左中間へのタイムリーヒット、ジャイアンツ先手を取ります。4回の表、ランナー一塁二塁のチャンス、しかし内野フライ、同点のチャンスを逃します。その裏、ツーアウトで二塁にランナーを置いて8番バッターアンダーソン、右中間へのタイムリーヒット、ジャイアンツ1点を追加します。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。山陽スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、打順は4番高橋。ジャイアンツリードで迎える6回です。初球ボール、インコース決めてきた。
アウトコースは外れます。スライダーで空振りを奪っています。2ボール2ストライクです。外外れてボール、フルカウントです。引っ張った、これはどうだ、抜けました、ヒットになった。これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは5番亀井。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。ノーボールツーストライク。まずワンアウトです。さあ今ブルペンの様子が映っておりますけれども、各ピッチャーが投球練習を始めています。西さん、この状況です、やはり継投策考えているようですね。まあそうですよね、逃げ切りたいと思ってるでしょうから。ワンアウトになっています。初球空振りです。この球速差、タイミングをつかめません。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。打順は下位打線に入っていきます。バッターは中井、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。ここは外野フライも避けたい場面です。このストレートは入りません。切れました、ファウル、フェアならば同点かというところでした。低めのカーブで三振を狙いましたが、ここは見ました、カーブが外れて2ボール2ストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。ここはなんとか踏ん張りました、2アウト。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。迎えるバッターは DH 太田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。空振りでストライクを取ってきました。レフト線、ファールかフェアか、フェアグラウンドに落ちた、同点のランナーが三塁を回った。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ジャイアンツ同点、2対2ジャイアンツ、なおもピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ここで追いつかれました、同点です。
ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。原監督としてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、大竹ここで降板です。さあこの場面でルーキーの小林、さあマウンドに上がったのは勝木。さあ小宮山さん、ピッチャーを変えてきましたね。まずこのバッターを抑えないといけないですからね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。インコース低め、ストライク。ツーストライクと追い込んでいます。これは見送ってボール。これでフルカウント。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう、空振り三振を奪いました。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。2対2ジャイアンツ同点に追いつきました。6回の裏、さあジャイアンツこの回は4番から始まります。阿部が入ります。ジャイアンツ同点で迎える6回の攻撃です。初球ボール、落ちるボール、空振り。打ちました。一塁送球、アウト、ワンアウト。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、どうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。いや、たまにね、力がなくなってきましたね。落ちる球、見逃してストライクです。あっという間にツーストライクです。打ちました。セカンドが前に来る。ツーアウトになりました。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。ジャイアンツベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、宮國ここで降板です。バッターボックスには6番ロペス。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。さあマウンドを任されたのはメンドーサ。最初から際どいコースできます。
変化球、これは空振りです。ノーボール2ストライクです。いい当たり、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。6回終了、2対2同点です。ゲームは7回の表です。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは鈴木、今日はまだ当たりがありません。西さん、こういった状況ですから先に点を取って勝ち越した方に一気に流れが傾いてしまうということもあるんでしょうか。まあそれは言えますね。ですからね、この辺の1点というのは大きいですよね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。引っ張った、これはどうか。2番バッター寺内、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、ストライクになります。際どいコース、変化球で空振りを取ります。バッターは3番井端、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。空振り、引っ張った、サードが取る、一塁アウト、3アウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。2対2同点です。ジャイアンツラッキーセブンの攻撃になります。セベダが入ります。西さん、こういった状況ですから先に点を取って勝ち越した方に一気に流れが傾いてしまうということもあるんでしょうか。まあそれは言えますね。ですからね、この辺の1点というのは大きいですよね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。このボールには手を出しません。ストライクです。149キロ、打ちました。ファーストの横抜けました。これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。バッターボックスは8番アンダーソン、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球から積極的に振ってきました。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、二塁はセーフ、センター前ヒット、これでマルチヒット。厳
厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。さあ一打勝ち越しの場面、ここはジャイアンツもちろんこの人を送ってきます。バッターボックスには代打の矢野。大歓声を背に打席に立ちます。いや西さん、どうしても期待がかかってしまいますよね。ここはね、試合の流れを左右する大事な場面ですよ。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。一球釣り球、決めています。ワンアウトになっています。西さん、このチャンスは生かしたい、勝ち越しのチャンスです。ここはね、試合の流れを左右しますからね、大事な場面ですよ。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。際どい球、わずかに外れています。リプレイでご覧いただきましょう。ジャイアンツ2者残塁です。ため息に包まれた山陽スタジアム、7回終わって2対2同点です。これから8回ジャイアンツの攻撃です。そしてジャイアンツはこの回からピッチャーが変わります。青木が3番手としてコールされています。緊迫感のある中での登板となりました。バッターボックスは4番高橋。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。さあマウンドに上がったのは青木。初球空振りです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。振っていきましたが三振。まず一つアウトを取りました。打席には5番バッター亀井。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。変化球低めに持ってきましたがボールになります。ボール先行です。
変化球がインコースに決まります。低めの変化球は外れました。見ましたが、これはストライク。スリーボールツーストライク。変化球空振り。6番バッター梶前、今日はここまでマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。初球ボール。この球は外れています。ボール先行です。この回ジャイアンツ三者凡退です。2対2同点です。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方ジャイアンツはこの回からピッチャーが変わります。平がマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。さあマウンドを任されたのは平。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。あっという間にツーストライクです。インコース、これは外れます。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには4番阿部。今日はまだ当たりがありません。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球はボールになりました。変化球タイミング合いません。主軸なんですよね。そうですね。今のバッティングご覧いただきましょう。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。打順は5番村田。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。初球ストライクを取りました。
変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。ブルペンが映っていますが、やはり守護神が投球練習始めています。やはり西さん、守護神登場してきそうですね。まあそうですね、当然この点差ですから。ツーアウトランナーありません。初球ボール、ボールで空振りを取りました。打ちました。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。今日はダイソーで途中出場の藤村。ジャイアンツ、この回変わったピッチャーをうまく捉え勝ち越しています。西さん、ここはリードを広げておきたい場面ですね。うん、この後の継投を考えるとね、ここでピッチャーをしとめておきたいですね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。内のボール打った、落ちた、ヒットになる、ホームに送球、右中間へのヒット、これがチーム10本目のヒット。インローの直球をうまく打ち返していきました。バッターボックス、アンダーソン、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトながらランナー三塁一塁、ランナースタート、右に切れてファウル、ランナースタート、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。ここは歩かすでしょうか。バッターとは勝負しないようです。ここは勝負を避けました。この敬遠で満塁となっています。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ30球に達していませんがどうでしょうか。これで精一杯って感じじゃないでしょうか。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは越智。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さあマウンドに上がったのは越智。いいコースですが外れています。ファウル、フェアならば貴重な追加点というところでした。低めのボール打った、
ファウルボール。空振り三振。前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。8回終わって3対2、ジャイアンツが1点リードと変わっています。9回、しびれる場面での登板となりました。原監督がマウンドに送るのはもちろんこの人、ジャイアンツの守護神西村。逃げ切りを図ります。バッターは中井。小宮山さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、キャッチャーにも注目したいと思います。落ちるボールはこれは外れています。ボール先行です。外の低めです。ストレート。ツーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打席には1番バッター太田。先ほどの打席で一時同点となるタイムリーを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ守護神、ジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。今日は良さそうに見えますけどね。さあどんなピッチングを見せてくれるか。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。ボール先行です。落ちる球を持ってきました。ストライクが入りません。変化球タイミング合いません。スリーボールワンストライクです。ここでフォアボールを与えました。ワンアウトから同点のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。フォアボールのランナーが出ています。これではバットが出ません。ストライクです。際どいストライクです。すぐに追い込みました。この球は見送ります。低めのボール打っていった。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。打順は1番に帰ります。バッター鈴木、今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。まず変化球を見せてきました。
外の低め見極めます。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあ、こういう形でというそういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリハマりました。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで山陽スタジアムから失礼いたします。